人を好きになったら強くなれるのかだなんていちいち考えちゃダメだって気がついたらそうなってるものなんですものボーイの尊敬する人もきっとそうだったはずよあなるほどねお父様も再婚するまでは鉄骨持てなかったけど再婚相手のことをめちゃくちゃ好きになったからこそ鉄骨を持てるぐらいの力を持ってたってことかいやお父様もびっくりしたのかなあの時 <laughs> あれ俺、鉄骨持てんじゃんみたいな。次何持とうかなみたいな。店長の話に、俺は黙って聞き入っていた。そうか。駒形が声に目覚めて強くなったからだ。というのは考えてもいなかった。店長の言い分だと、自然とそうなったってことだけど、なら俺も変われるんだろうか。変わった時の自覚が欲しいよね、せめて。毎日握力系を握りしめて、ちょっとずつ数値が上がってくとかだったら分かりやすいんだけど、多分主人公の思ってる強さって、そんな単純なものじゃないだろうから、難しいけどね。そう。 たたちはままだ交際がが始まったばかかりじゃなないいののここれからが一番楽しいとこなのよお互いの体の体とかお前セックスのことしか考えてないかよ。<laughs> 男子高校生すぎんだろ、中身が。またそれですかなんでそんなにエロい方向に持っていこうとするかなまあ、結局、友達と恋人の違いってセックスするかしないかの違いだからね。やっぱ恋人になった以上、セックスが一番の二人の愛の証明になるんじゃないかとは思うけど。 なんて幻想なのどんなにツンツンした女でも一発かませばち勝てなかったよってなるわけそのぐらい重要なのよちょっと何言ってるかよくわかんねえなこいつ <laughs> まあとりあえずチンコ物資者者どんなツンデレでも落ちるってことかな駒形は全然ツンツンしてませんけどむしろ天使みたいな子ですけどお前わかってねえな本当に <laughs> もう店長は見抜いてるよさっさと。したい盛りでしょ二人とも。我慢せずにしちゃえばいいのよ。お互い好きになったのなら、エッチしない方が不健康なのよ。確かに、絶対セックスはした方がいい。もう早めにセックスして、それで相性が悪かったんだったらまた考えればいいんだよ、今後のこと相性良ければそのうちどんどん好きになっていくもんだから。腰が痛くなっちゃって、バイト休みます、言って。 でも、私は笑って許すかなもうガッツンガッツン貪っちゃいなさいって。もうグロいグロい <laughs>。 <laughs> もう具体的すぎて気持ち悪いわ、その、休みの理由。店長に刺されるの一番嫌だな。めちゃくちゃ聖にオープンな職場だな、おい。ミス・ゆずきだって、それを待ってるんだから、さっさと決めちゃいなさいな。あ、そうだよ。主人公、一人暮らしの意味分かってねえよ。学生で一人暮らしって言ったら、やり部屋にすんのが当然の流れだろ <laughs> <laughs> そこら辺、実家暮らし男子高校生にマウント取っちまえよ。あ、うちならいくらでもセックス招待ですけど、みたいな。ひょっとして煽ったねえ、煽りましたなぁ。否認は、ちゃんとしなさいね。これだけは絶対ね。 年長者としてこのアドバイスだけは絶対に書かしちゃいけないからね <laughs>。もう店長に煽られてセンクスしました、腹見ましたって訴えられたらこの店畳むしかないもんな店長は余計なお世話です。いやいや余計じゃないって一番重要だからねそれお前分かってねえな。さては性教育真面目に受けてねえだろ店長に相談したおかげでだいぶ吹っ切れたけどうん色々考え込まずに行こうって思えたのは収穫だが駒形とセックスするというのが頭から離れない <laughs>。お前も悩んでるふりしてただセックスしたいだけじゃねえけど。 もう七枚セックス。しちゃったらもう色々考え方変わるかもしんないから。童貞のお前と非童貞のお前じゃ全然考え方違うかもしんないじゃん。健康的でスラッとしている足とか、キュッと引き締まってるお尻とか、細めだけど、それなりにボリュームのあるおっぱいとか。ま、あ横にセーラーとかカナン並ばれちゃうとだね。さすがに見を取りしちゃうかもしんないけど、ウエストが細すぎてね <laughs>。 <laughs> ウエストと首回りが細ければ、おっぱいちょっとちっちゃくても相対的に大きく見えるからね。あの駒形とセックス。やっぱり勉強しておいた方がいいな。いざという時にリードできなきゃ男として恥ずかしいし。いやそうだね。それだけは絶対だね。ある程度の定石というか <laughs>、まあ将棋みたいに言うの申し訳ないんだけど、初手から結構どう動くかによって今後の流れが大体決まってきちゃうからね。何パターンか用意しといた方がいいよ。よし、調べるか。ネットに転がってる情報怖いなふふふ。 なんか、一番初めの童貞卒業のセックスは、なるべく綺麗な形で収めたいよね <laughs>。チャンネル登録。